ポンパドゥールの最大の特徴は、額の前方や頭部の髪型に大きく膨らんだ髪の形状である。1890年代のギブソンガールたちの間では、髪型をポンパドゥールにすることは必須であった。ポンパドゥールは、フランス王ルイ15世の愛称であった、ポンパドゥール夫人の名前を冠する髪型である。この髪型には、女性版の他に男性版もあり、様々なバリエーションがあるが、基本的には、ボリュームのある前髪をアップにし、額から高い位置にキープするスタイルである。時には、横や後ろの髪もアップにすることもある。この名称とは裏腹に、ポンパドゥール夫人はこの髪型をしていなかったと言われる。この名称は、20世紀になってから付けられた。前髪をアップに持ち上げてからバックに溶かしつけることで、頭頂部の髪型にボリュームを作る。髪型のトレンドは、1680年代のフランスの宮廷の女性たちの間から始まった。18世紀前半には一時期は、廃れたものの、18世紀後半にも再び流行した。19世紀後半より、一般の女性の間でもこの髪型のリバイバルが流行するようになった。1680年、ルイ14世の愛称をフォンタンジュ公爵夫人が落馬して、風で飛ばされてしまった帽子の代わりに、リボンで髪を結い上げた髪型を、ルイ14世非常に気に入ったため、彼女はそれ以降日常的に髪をアップするセットをするようになった。この垂直にボリュームを作る髪型は、フォンタンジュと呼ばれ、その後20年間のトレンドとなった。ルイ15世の治世では、垂直にボリュームは作らずに、シンプルな雰囲気の巻き毛を後ろに流す髪型が通例であった。髪のボリュームと高さを強調する新しい華美なスタイルは、ルイ16世の治世の1770年代と1780年代の流行であった。ヘアスタイリストたちは競い合うように髪の高さを増してゆき、フランス革命前のマリー・アントワネットの時代に最高潮を迎えた。1890年代になって、ギブソンガールのイメージとともに再びこの髪型のリバイバルの流行があった。これは第一次世界大戦が始まったことで廃れることとなった。1925年の小説、グレート・ギャツビーでは、主人公のジェイ・ギャッツビーが若い頃にポンパドゥールの髪型をしていたとする記述がある。1940年代に再びポンパドゥールが女性の間で流行した。男性のポンパドゥールは1940年代に一部の間で見られるようになり、1950年代から1960年代初頭には流行となった。エルビス・プレスリー、ジョニー・キャッシュ、ジェームズ・ディーン、そしてトニー・カーティスなどのカントリーミュージック、ロックンロールや映画のスターたちがこの髪型にしたことで、若者たちのおしゃれの象徴となったのである。1970年代には類似の髪型であるクイッフが、1980年代には日本でリーゼントが一部の間で流行した。2000年代半ばには男性のポンパドゥールのリバイバルがあった。21世紀のポンパドゥールは女性、男性ともに非常に多様なバリエーションがある。女性の間では17世紀後半から始まり21世紀になってもたびたび流行した。前髪や横の髪を根元から髪型へ向かってバックコーミングし、額より前方へ膨らませてから髪型へ持ち上げ、後ろに流すことで作ることができる。横の髪は後頭部の中心線に引っ張って流す。男性版ポンパドゥールの象徴、エルビス・プレスリー・エバリー・ブラザース・デビッド・ベッカム1930年代及び1940年代にはヘップキャットやメキシコ系アメリカ人の不良、グループパチューコの間でポンパドゥールやダックテールが流行していた。男性のポンパドゥールが世界的に流行するきっかけは、1950年代のエルビス・プレスリーやジェームズ・ディーンなどのロックや映画のスターたちがダックテールとポンパドゥールを合わせた髪型にしてメディアに登場したことであった。他にも、リトル・リチャード、マーロン・ブランド、そしてデジ・アーナズなどが代表的である。当時は、まだポンパドゥールとは呼ばれておらず、他の名称で呼ばれていた。1980年代には50年代のロカビリーやテディボーイズファッションのリバイバルで、クラシックカーと共に、ポンパドゥールが再流行した。20世紀後半のロカビリーや、カントリーミュージシャンの他にも、単語ミュージシャンが、ポンパドゥールにすることが多く見られた。パチューコの後継であるチョロ、グーンバや、グイードと呼ばれる、グループのファッションでもポンパドゥールにするものが多い。ザ・ソプラノズ哀愁のマフィアや、ジャージーショアなどの番組で、その典型的なキャラクターである E.N. シルビオ・ダンテなどが登場するほか、マフィアのジョン・ゴッティもポンパドゥールで有名であった。1970年代より登場したサイコビリーのミュージシャンやファンの間では、クイフと呼ばれる髪型が定番であった。これは、サイドを短くし、トップはスパイク状に立てるのではなくポンパドゥールのように前方と髪型に膨らませる。ポンパドゥールとモヒカンをミックスしたようなスタイルであった。この例は、ネクロマンティクスのキム・ネクロマンなどである。日本では1980年代より、ヤンキーの髪型として、リーゼントの呼び名で認識されることが多い。パンチパーマと組み合わせたリーゼントが、ヤンキーファッションの典型であった。2000年代及び2010年代には、コナン・オブライエン、ブルーノ・マーズ、モリッシー、デビッド・ベッカム、ドレーク・ベル、ザック・エフロン、ゼイン・マリク、アレックス・ターナー、そしてジャスティン・ティンバーレイクのポンパドゥールのように様々な形状が見られる。定義ロカビリーファッションセッター、ファッション・イグザンプルス・オブ・ノン、ロカビリー・メール・ミュージシャンズ・ウィズ・ポンピドー・スタイング・ファッション。ありがとうございます。